こんばんは、まさよん6494です。今回は、星のドラゴンクエストの新しいイベントが来てました。星見るとが来てました。ここはなんか、ダンジョン形式みたいな感じで、29日1ヶ月間やってるらしく、まあ、これやってみたいと思います。まあ、なんつうんだろう。1回ごとにクリアしてけよって話なのかな、まあ、とりあえず進みましょう。あ、やっぱ1回ずつなんだね。とりあえず上に行きゃいいのかな。ですね。結構人を選ぶんですよ、ここは。賢者。行きましょう。1回。トルネコつい、あ、ただいるだけなのね、トルネコは。昨日じゃねえな、2日前ぐらいからすごい背中が痛くて痛えと思ってたら今度は左肘が痛くなってきて、どんどんやべんじゃねっていう感じになってきて、本当に。ドラキかわいい。ダルクでワンパンかな。ワンパンだった。何回までいけるかな。終わりだろ。メラゾーマ待機。真空がバキクロスからのメラゾーマ。一体だった。やっぱ X だよね。でもあれだよね。T が出た瞬間、スッて止まる感じになったね。ちょっと変わった。本当にちょっとだけだけど。大して使えない。違うやつ。あ、マジか。落ちてしまった。あ、取りに行こう。え？普通にダンジョンアイテムプラスからの取る猫みたいな感じなのか。トルネコ。あ、マジで一回ごとにジェムゲットやつ。さあ行きましょう。え、あ、そういうやつ。え、なんか結構ランダム形式なんだ。ほうほう。いい。すんげえガチガチって投げるよ、なんか。すんげえ杖防具。塔の中じゃねえのか、ここは。全体攻撃のものを優先に。やっぱスッてなんか戦う姿勢になってるね。戦う前に3回ずついけるかな。終了のお知らせ。おお、なんかさ、最初のさ、切り込んだ時のさ、185の後のさ、なんかツバメ返し的なやつの方がめっちゃ強いっていうね。2倍以上あったぞ。スッキリじゃなかったから。バス。
間切ると全然できないかな。できると思うんだよ。挑戦してみますか。ちょっと待って、余裕じゃん。つばめが力のドン。100% チャージはないのか、さすがに。お、トルネコ。え、安物だった。安物だった。さすがにこの程度のあれじゃ。ゴールド。さらにボーナス。さあ、3回行ってみましょう。こういないのかな。普通の子っていうかよくわかんないですね。普通じゃない子だった。君じゃないんだ。マモロマスターとか使ったことないから、マモロマスターちょっと使ってみよう。なんかどっかの人は違うなんかゲームに似そうなキャラクター装備というか顔つきというか。さあ、あり。モンスハンターハンターでいうキメラアント噛み砕き。サンダーバイカー負けなきゃ続きかるだよね。例えばこれで3回で終わって翌日やったら4回からとかだよな、多分。そうじゃないと辛いんですよ。全然受けてないけどさ、強いのが強いのか分かんない。噛み砕きブレス、特に強いものがあると思う。あ、マジか。魔術師とかだと呪文効かねえか。まあ試してみるか。ドーン。普通に聞いた。聞いたが、89とかだった。なんかもう一面いけそうな気がするけど、なんか怖いっていう感じもする。この8分30秒。いけるか。うん。一回から読むんですか？あ、途中からみたいなね。まあいいや。まあ中途半端なんで、ここで一旦終わりにしようと思います。まあ30日あるんで、まあ1日2回ずつ進めば全然余裕でクリアできるし、まあ3回ずつやってるからまあ大丈夫でしょう。はい、ということで、星のドラゴンクエストの星見るとでした。よろしかったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。じゃあね。